なんか面白い女子プロ時代エピソードないですか？レイヤー時代の。レイヤー時代のエピソードですか？レイヤー時代。めちゃくちゃあります。ちょっと知りたいですね、レイヤー時代。いいですね。カットの部分はカットって言って。いや、全然何もないです、カット。ないですか？はい。え、寮じゃん。ご飯食べる部屋は一緒？そうです、食堂があって、1階に。みんなですか？いや、基本的に寮母さんが住んでた。2年目の時は、寮母さんの日がちょっと大変ってなって、代わり番号で2人くらいお手伝いに行ったりした。じゃ結構料理できる子多いんだ。いや、そんなこともないです。そんなことない。全然なんかもう簡単なことだけ手伝うとか、その子によってレベルがある。あのレイヤー時代で料理がうまかった子、ベスト3で。ベスト3でいこう。1位は今グッドジョブにいて、うん、米田さくら選手。おお、あの子。この子は一番できます。なんかちょっと時間あったらワッフルパイとか、ケーキとかもマジっすか？すぐ作っちゃうタイプ。すごっ、女子力。女子力すごいです。すごっ。あの人はどうですか？三上美穂さんって人は料理どうなんですか？料理ですか？私料理そんな得意じゃないです。あれ？そうなの？はい。食べる専門？食べる。いや、作ることは作るんですけど。でも、それこそ本当、高校卒業したてでレイヤー行った時にパスタ作ろうと思って、うん、なんか気づいたらパスタが燃えてて火上がってたんですよ。パスタが燃えてるってやばいよ。燃えてたんですよ、ガチで。マジ？いや、やばいと思ってで、じゃあソースはうまくやろうと思って電子レンジでチンしたんですよ。うん、そしたら爆発しちゃってマジか。もう最初そんな感じでした。マジか。で、まあ、そこから、まあ、やるようになったんで、今は、まあ、そこそこは作れるようになった。すごい。面白いエピソードないですか？いっぱいあります。他にレイヤーの選手も。レイヤー選手を売ってもらって選手売ってもらってえ、今でも選手と連絡取ってます？あ、取ってますね。その頃の、はい、何人か、全員？全員ではないかもしれないです。ほとんど取ってます。おぉ、未だに結構仲良い。旅行行ってるのかな、そんなに。この間、関東に、今九州にいる子が来てくれて、うん、で、ちょっとみんなで集まったりして。おぉ、やっぱまだ結構野球やってる子が多いんで、なかなか日程合わないんですけど。でも、レイヤー時代は結構10人みんなで遊びに行くとか。すごいね。多くて、仲良かったです。一人はめてるないんだ。ないですね。仲いいんだね。仲いいですね。ガチで仲良くて、でも結構なんか周りの人からはなんか上辺なんじゃないかみたいな噂とかあったんですけど。上辺らしいですいないでしょ、上辺の人は。いないですね。いないでしょ。本当に気使わないでみんな仲良く一緒にお風呂も入ったりするんですか、みんなで。みんなで10人ですか。10人一気にはそんなない。あ、大浴場とかではないの、寮は。あ、そうです。もう一人一部屋で、食堂だけ一緒。あ、すいません。じゃあ風呂は中にあるみたいな。そうです。あ、すいません。とか、なんかアパートにみんなで住んでるみたいな感じです。あ、ワンルームとか。部屋によってこうサイズ結構違うんです。面白い話。森選手。森選手の話森選手は結構ぶっ飛んでて、ジェラセさんも結婚してるの。あ、そうなんだ。そうなんです。レイヤー1号。すげえ。女子野球選手はどういう出会いなんですか？なんか女の子同士でさ、こうやっぱ、やっぱ野球やってるから、とぼけない感じがする。でも、鶴さん的には、ひかりさんは、たくさんの男をもてあそんでいるみたいなこと言ってたけど、もてあそんでないです。めちゃめちゃもてあそんでるって言ってた。いや、出会いはほとんどないですよ。一日ほぼ野球みたいな。野球してるか仕事してるか。で、帰ってきたら結局自主練とかする。休みになるとみんなで遊び行ったりとかって。それこそなんか高校から付き合ってたとか、うん、なんか幼馴染、元からこう縁があった人たちと付き合うとか。なるほどなるほど。じゃあ新たなのはあんまなかった？新たなのはで、まあ、年齢も年齢で、ね、お酒飲めないしだったなって。ほとんどないです。あんま持て休んでない。私もないです。悪い噂だ。信じないでください。鶴さんがそういう、鶴さん信じたけどなと思って。いや鶴さんの話。付き合ったエピソード知りたいな。いつぐらいなのか。女子プロ時代。女子プロ時代もありました。付き合ってた。おお。でも周りには言ってなかった。マジですか。
初公開です。マジか。それ幼馴染。いや、違います。それ年上の方だった。あ、そうなの。レイヤーってどこだっけ。兵庫だっけ。京都です。京都。京都か。京都のなんか人か。そうそう。すごいね。すごい話を聞いちゃったかもしれない。これカットした方がいい。いや、どっちも大丈夫。使いましょう。恋人何人聞いてみようか。今まで恋人何人ですか。いや、やばいですね。何人ですか。逆に何人ですか。これあんまり逆にね、切れ切れ。何ですか。何ですか。何でしょう。あ、ないっす。うん、でも年上つけそうな。妹いるからな。年上か。何で、何で。ゼロから100まで。あ、1000までしょ。1000。1000は年齢何ですか。3、4。マジで、ゼロっす。本当ですか。マジっす。っすゼロっす。したくないから。付き合いたくない。本当。違う。欲しいとはよく言うんですよ。でも、彼女いないっていうのを突っ込まれると作る気ないだけっすよって言われる。そういうことにしましょう。そういうことにしましょう。好きやすかもしれない。そういうことにしましょう。手はいらない。翔平さん結構ありますよ。ありますよね。今までです。今までない。何人くらい。何ですか。いや逆に何ですか。逆に何ですか。俺別に特にないそんな。いや絶対あるじゃないですか。なんで気になりますよ。俺ないでしょ。一人が殴られてるんですか。そう。それずるいですね。なんで教えて教えて。いや翔平さん、それ食べたら教えて。翔平さんの聞くまで食べたら教えて。じゃあ食べたい。じゃあ食べない。食べてほしいです。あ、食べたなんか試合前のダンスと試合後とか、あ、プレイボール体操って最初に、まあ、あれでも、あれでも体操か。終わった後も終わった後ほら、勝利のダンスになるじゃん。どうだな。でも公開処刑ですよ。難しいんですよ。勝たないこと嫌な人もいるじゃん。なんかすげえ張り切ってやってる人もいたよね。結構真剣にやらないと社長が結構怒ってて、なんか最初のプレイボール体操みたいな、あれでなんか一回めっちゃガチギレされて社長に。みんな誰もなんかつまんなそうな顔して踊ってるやつで、ガチで怒られて、ガチでみんなで楽しくダンスしないといけないみたいになって、みんななんか下向きながらちょっとこう恥ずかしいやだなっていう。加藤優さんはちゃんとやってた。マジマジちゃんとマジやってた。ちゃんとマジで綺麗にやってる人のがね、目立つの。なんか、あ、こういう感じで踊るんだなみたいな。あ、こうあれが基本なんだ。ヒット一本打ったらいくらとかあるでしょ。ありますね。これすごくない。三振取ったか。だからあれなんですよ、社員契約か、プロ契約でやるか、うん、あーってなってるんです。でも私たちはもう強制社員契約兼プロ契約、社員としては絶対やらないといけなくて、で、それプラスヒット打ったらいくら、で、プロ契約の人は完全にもう仕事はバカでやってください。なんでも野球の給料だけ上げます。あ、だからもうそこの野球で稼げないとほぼご飯は食べれない。確かに。で、社員兼プロ契約の人はその社員の基本給プラスそのヒットいくらで、プロ契約の人は例えば1個アウトにしたら500円、社員の人はそれがなくて2ベースか3ベースか勝利だってくらいしかない。じゃあもうもらえなかったよ。そうですね。だから社員の人はなんかチームの勝利に貢献した方がチームが勝ったら1万円もらえるから、自分が活躍するよりチームの勝利に貢献して5番手とかした方がお金もらえるみたいな感じなんですよ。でもプロ契約の人ってそうじゃなくて、自分が活躍すればするほどもらえるじゃないですか。だから普通にオーバーランでいいのに、なんか無理やり走って2ベース狙ってくるとか。すごい話を今してきた。で、私たちもツーベースはお金もらえたんで、同い年が2000円くらいだったと。
ました。なんか同い年がこう2年生いたりして、私セカンドですか。いつもだったら絶対走んないのに2ベースなんかで、こっちも死に物狂いでこうヘッドしてアウトしに行くみたいな。やば。そう、でもそのせめぎ合いが楽しかった。2000円やらねえやーっ、2000円目がけてくれたのに。で、私はヘッドしてアウトしに行く。やば。それが決まってから死に物狂いすぎて楽しかったです。で、それはそれで、あ、この人もめっちゃ今金欠なんだなみたいな。めっちゃ走ってくるじゃんみたいな。金欠感ある人いるんだ、やっぱ。ありますね。自分らはチームの勝利に貢献したいって言われてたんで、こっちはなんかもうスクイズとか必死みたいな。ツーベースとかじゃなくて。これ面白いよね。話していいのかな。確かに大丈夫。ないかもしれない。はい、というわけですね、何やら三上さんがね、T シャツについて話したいってことなんですけど、なんかこれいい、かわいいじゃないですか、これ刺繍これ刺繍です、ね、金の刺繍金の刺繍これ友達がブランドやってるんですけど、マジでリベインっていうブランドで、リベインリベインこれちょっと翔平さんとテレビさんにいつかプレゼントしたいなって。マジっすか。これ普通にかわいくて、パンツとかも水陸両用らしい。マジっすか。水陸両用かわいいネットある。両エルある。両エル、サイエルまで。サイエルが残念。痩せます。痩せください。痩せりゃ問題ないから。痩せりゃ悪い。私のインスタとかにも乗るんですか。乗ってます。はい、乗せようかなって。リベイン見てみてください SNS。 ぜひとみかんさんのフォローも、リベインさんのインスタもある。あります。あ、じゃあそれも載せてください。いただきます。レイビンさんのインスタも載せますし、サニーキャッチボールも載せますし、加藤優さんも載せますし、加藤の YouTube も載せますし、加藤の YouTube も載せますし、概要欄も、概要欄ブワーってんで、全部ちゃんとこうフォローと登録お願いします。お願いします。ぜひともお願いします。お願いします。まあ、女子プロ野球もなくなっちゃったし、女子野球もまあコロナの関係でいけてませんけども、こうやって女子野球の人たちがね、別のこういう活動もしてるっていうことをまあ伝えたかったので、まあ、ぜひお願いします。お願いします。お願いします。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。